いて、ラジオネームおもしろくんさんからのお便りです。大好きな人の隣の席にいるのに話が噛み合いません。どうすればいいですか？別にいいんじゃないですかね。だって近くて遠いする隣、二人はピンパクなお口もの、yes、甘くて酸っぱくて弾けたり、それなんてピンパクな贈り物、yes、近くて遠いする隣、二人はピンパクなお口もの、yes、私と君の人隣、二人はピンパクだ。君は今日も一人きりで、希望なんで窓の外なんか、ね、